これは西村大臣にお聞きしたい。地元の方々の声を聞いてるんだから、延期するべきか、その選択肢はないのか、そこだけお答えください。今委員ご質問の部分に関してはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。逃げたらダメなんですよ大臣。政府は2021年4月アルプス処理水の海洋放出を決定しました。汚染水の海洋放出何年かかりますか？来春から2051年まで順調に海に捨て続けても30年後なんですよ。平成30年8月30日から31日にかけて富岡、郡山、東京の3会場で開催された公聴会、意見表明された意見は延べ54件、そのうち明確な賛成は2件だけ。これ汚染水の話ですよ。全部海に捨てるまでに30年かかるんだったら、すぐに使えるトリチウム除去技術が今すぐなくても、例えば仮に5年後に実用化できる見通し、そういうものができてくるんだったら、海洋放出の開始は5年間延期してトリチウム除去の可能性を追求するべきではないですか。これは西村大臣にお聞きしたい。地元の方々の声を聞いてるんだから、延期するべきか、その選択肢はないのか、そこだけお答えください。今委員ご質問の部分に関してはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。逃げたらダメなんですよ大臣。安倍さんの時代も菅さんの時代もずっと言ってたじゃないですか、閣僚全員が復興大臣なんでしょ。これ頭が変わったら全部変わるんですか、その考え方。閣僚全員が復興省との認識のもとに行政のたたりを廃止ってことだったら、今私が言ってること、これ環境省直接は関係ないって言ったって関係あるでしょ。経産省に対して言うべきでしょ、何よりも総理に対して言うべきでしょ。自分は縦割りだからっていう意見って一番言っちゃいけないですよそれ。もう一回お聞きしますよ。技術ができる、今13件14件ってものがもういいとこまで来てるっていうふうに東電が判断してるんですよ。これに対して放出する時期を待って技術が確立されてから流すってことは考えられないですか。被災地に対して思いが深い、これは西村大臣にお聞きしたい。司の仕事でございますので、環境大臣とすれば海域の環境モニタリング、これをしっかりとやってまいりたいというふうに考えております。復興に関しては縦割りじゃないんだよ、全員が復興省なんだ、被災地思いやるんだってことを言ってたのに、司って言葉をお使いになられましたか。環境大臣のご挨拶何だったんですか。風評じゃないんですよ、実害なんですよ。総量で見なきゃいけないから、この件に関してまた西村大臣ともお話をさせていただきたいと思います。